名前小林っていう。名前は小林。小林。いい名前です。いい名前。はい。スタート。はい。神山奈々って言います。奈々ちゃんで。奈々ちゃん。奈々ちゃんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。奈良出身ですか？奈良。奈良、奈良県出身。ああ、奈良県。すごい、見たことがあります。本当ですか？そうそう、鹿たくさんなって。新幹線。鹿。あ、鹿鹿。鹿鹿。鹿公園か。あの、おせんべいとかあげますか？だからスカイツリーよく見えるところです。いい天気ですね。前回も良かったですか、天気は。前回もそうそう、最新天気良かったですね。ちなみにスカイツリーは登ったことありますか？そうですね、1回だけ。1回だけ。そうそうそう。高さは？高さは一番高いところに行って、はい、いいですね、すごい。何メートルか知ってますか？高さは多分、なんだっけ、忘れちゃった。500ぐらいですね。あ、近いけどちょっと違います。ちょっともう634ぐらい。34メートル。ああ、634メートル。高いですね。多分世界で一番高いですね。世界で一番はあれですよ、ブルジョーハリファ。ああ、そうそうそう。ブルジョーハリファ。世界で2番目。ああ、2番目。日本で一番高い。そうそうそう。でも、スカイツリーは一番古いですね。古い。そう、ブルジョハリファは最近です、多分10年ぐらい。ああ、そういうことか。そうそうそう。ブルジョハリファの方が最近なんです。そうですね。あれって登れるんですか？そうそう、それも同じぐらいで登れる。登ってみたい。そう。ちなみに、あの、スカイツリーの右側の黄色の四角いビル、上がボコボコしたやつ。昨日も地震があった。ああ、そうですね。そこに。大丈夫でしたか？大丈夫、そう、大丈夫です。私は家にいたんですけど、あ、はいはい、すごいなんか久々ぶりに大きい地震だったなって思いました。怖かったですか？怖かったです。怖かった。でも日本人は大丈夫と思いました。みんな慣れてなら、はい、そうですね、慣れちゃってるかもしれない。でも今回はひどかったです。うん、住んでるのは東京ですか？うん、東京に住んでらっしゃるんですか？そうそう、東京に住んでいます。結構揺れました？そう、揺れました。びっくりしました。そう、でも始めた時たくさんびっくりしました。今回はそんなに、うん、そう、大丈夫と思いました。え、どのぐらい日本にいるんですか？もう5年ぐらいですね。5年か。そう。あ、すごい長いですね、そしたら。そう、長いですね。日本はお仕事で？そうですね、仕事です。へー、だから日本語もそんなに上手なんですね。ああ、まだ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 、ね、まだ難しい日本語だったらたくさんわからないです。確かに、だって日本語ってひらがなもあるし、そうそう、カタカナもあるし、漢字もあるし、たくさんだって、はいはい、私、あの、大学で、はい、カンボジアの言葉、はいはい、とアラビア語、はいはい、勉強してます。ああ、すごいですね。え、今、カンボジア語とアラビア語も？そうです、そうです。ああ、すごい。英語もできますか？ちょっとだけ。ちょっとだけ。ちょっとだけ。ああ、すごい。大学、何を勉強しましたか？大学では、あの、専攻、はいはい、自分の専攻はカンボジア語です。カンボジア語です。はい、どのぐらい勉強しましたか？今2年生なので。2年生2年、1年とちょっと。ああ、はいはい。この仕事は初めて、はい、初めてですか？これは、これは初めて1年ぐらいで、はいはい、今アルバイトでやってます。ああ、アルバイトですね。そう。じゃあ毎日じゃないですか？毎日じゃないです。ああ、人力車自体は他の、例えば鎌倉とか京都とか、
北海道とかにもあるんですけど。ああ、鎌倉もありますか？あります。ああ、見たことがないですね。あ、本当ですか？はい。この東京力車っていう会社は、はいはい、浅草にしかないです。ああ、東京、じゃあ東京浅草だけ。そうです。神奈川県鎌倉。うん。京都もたくさん出て。牛丼？京都。あ、京都。京都も、そう。京都行ったことがありますか？奈良、それもちろんです。奈良。うんうん。京都も行ったことありますか？そうそう、私もあります。多分4回あります。ここがスカイツリーが。スカイツリーはすごいですね。綺麗な場所です。空も綺麗し。空も綺麗。高い。そう、高いです。お写真とか撮りますか？たくさん撮りました、お前は。今乗って撮ります。今動画を撮ります。大丈夫。ああ、じゃあお写真で。それが後で YouTube で見られます。大丈夫ですか？おお、すごい嬉しい。嬉しい。なんだっけ、インスタグラムとかやってみますか？はいはい、やってます、やってます。ああ、後でもらえますか？はい、す YouTube の中で置いたらいいですか？うんうん、あ、全然大丈夫です。ああ、英語で、英語で何が言いたいか。ああ、英語話せますか？英語話せます。じゃあ今いいですか？よろしいですか？ちょっと、何言おうかな。 Hello, my name is Nana. I'm a Michelle tour guide. So when you come to Japan, please come to Asakusa. And I will show you around this area.Bye bye. Thank you. It was good. Your English is good. Good enough.暇な時何をしてますか？暇な時？はい。趣味とか何がありますか？私は、旅行とか好きです。あ、旅行、旅行。結構いろんなとこに自転車とか。あ、すごいですね。日本ではどっちが一番好きですか？どこだろうな。でも海があるところとかが好きなんで。海があるところ。じゃあ沖縄ですね。沖縄行ったことないんですよ。ありますか？行ったことない。ないですね。ああ、遠いですね。でも遠いから。あと北海道とかも好きです。ああ、北海道も好きです。はい、一番寒いところ、寒いところ。そう。どこが一番好きですか？実は私はいろいろなところ好きです。多分、日本もいろいろなところに行って、もうまだ沖縄は行ったことがないです。行きたいです。行きたいですね。そう、すごいですね。ちょっと最近コロナちょっと悪いですから、そうですね、ちょっと残念ながら。他の国では何が行ったことがありますか？カンボジア、はい、ベトナム、はい、マレーシア、マレーシア、オーストラリア、オーストラリア、フィリピン。フィリピンもいます。ああ、だけ以上です。ああ、じゃあ次はどこに行きたいですか？次は、私がずっと行きたいのは、あのペルー。ペルーに行きたい。ああ、ペルー。どうしてペルーですか？ペルーはあのマチュピチュが見たいです。ああ、あとウガンダにも行きたいです。ウガンダ。ウガンダに。すごい。ウガンダにも行きたい。なんだか日本料理はどっちが一番好きですか？日本料理は、ひじき。ん？ひじき。ひじき。ひじきって。ひじきは忘れちゃった。あの海の食べ物。ああ、シーフードですね。そうです、そうです。あ、美味しいです。そう、楽
多分私も食べたことがある。でも今は多くてないです。ないそうそうそう。美味しいですよ。あと納豆とか。納豆とか、ああ納豆も好きですか。そうそうそう食べれますか。そう納豆も好きです。あ好きですか。そう。すごい。体にいいですね。はい、もう日本人ですね。そしたら。アニメも好きですか。日本のアニメ。アニメはあんまり見ないんですけど、はいはい、鬼滅の刃とか。ああ鬼滅の刃。あと。あのお兄ちゃん、はいはいはい、私の兄はワンピースがすごい好きでした。あワンピースは。お兄さんは今奈良にいますか。お兄さんも東京にも。あもう東京です。一緒に住んでます。あ一緒に住んでますか、はい、すごいです。それ良かったですね。お兄さんは中国語勉強してます。あ中国語勉強します。仕事は将来は何をしたいですか。将来は、あの消防士になりたい。消防士。消防士。ああ消防士。ファイヤーファイター。ああ。どうしてですかそれは。面白いですね。なんか中学生の時に消防署に行って、はいはい、その人たちがすごいかっこよく見えたんでなりたいって思ったんですけど。そうそうそう。ちょっと女の人少ないから。そうですね。どうしようかなって。消防士になれますかね。ん？消防士になれますかね。ああ。じゃあその仕事のためにどっちが勉強が何だか必要ですか？何が？ああ、どんな勉強？そうそう。多分体力とか、ああ筋肉とか、はいはい、あとは何だろう、戻りました。あと何が必要かな。でも多分勉強もいろいろ覚えることとかがあるので。ああ難しいですね。難しい。いろんな海外の国に行きたいです。将来はそうですね。旅行したい。次は来るですね。次の旅行は、次の旅行は ペルー。でもカンボジアももう一回行きたい。カンボジア、どうしてカンボジア好きですか。カンボジアは忍者がたくさんあって。忍者、はいはい、カンボジアは、なんだろう、すごい、なんか歴史、歴史もあるし、はいはい、自然もあるし、食べ物も美味しい。美味しいですね。美味しい。トルコも行きたい。あトルコも行きたいところたくさんあって。ありますね。あすごいですね。でも最近ちょっと今まだできないですね。そうですね。早くできるようになったらいいですね。そうですね。ここで終点になります。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。たくさん楽しかったです。ありがとうございます。ちょっとバックします。下ろしますね。はい。
はい。ここに写真撮ってもいいですか？あ、全然いいですよ。1、2、3、ありがとうございます。ありがとうございます。10% オフで、はい、3000円の 10% オフなので 2700円。たらインスタグラムも。あ、そうですね。ちょっと待ってください。はい。これ300円のお返しになります。はい。はい。ありがとうございます。インスタグラムはこれです。名前はこれ神山、みんなこれを見てそうですね。あとこれが東京に住んでいる。あ、これ会社。よかったら見てみます。はい、ありがとうございました。よかったです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、また。バイバイ。ありがとうございます。あ、これは、YouTube の名前は Japan Explorer の。そうです。そう。探せれば、英語で。あ、なんか置いてました。あ、すいません。100円が。ジャパン？ジャパンエクスプローラー。うん、ありがとうございます。わかりました。わかりました。ありがとうございます。また会いましょう。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。